左の壁、クワッドコークでパーフェクトなグラブ。集中しゾーンに入っています。信じられないようなパフォーマンス。ダブルコークにパーフェクトなグラブ。大きなトリプルコークでしっかりグラブが決まっています。ああ最高のトリプルコークからグラブ。ジャッジは多彩なランを求めますが、今回は期待外れです。さらに右の壁、さらに右の壁、コークの最後にグラブが決まりました。ここで同じトリックを繰り返しました。このレベルの大会では好ましくありません。おお、やってくれました。今日の彼は圧倒的な実力を他の選手に見せつけました。驚きの結果です。すげえライトだ。